あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。お、来た来た。はいはい、今日もまた邪魔するだぜね。かぶり一筋60年、日曜といえばこのかぶりばばあさんにお任せだよ。今日は今月最後の日曜じゃから、株を売りに来るのも今日が最後じゃ。さあ、今日は一株につき104ベルじゃが買いなさるかね。10株単位で売ってあげるよ。おー、最後の週だけ高いよ。とりあえず買うけどさ、みんな結構買うな。420株で、結構買ったつもりだけど私が一番少ない。にほほほ、毎度あり。最後まで頑張りなさるよ。頑張る頑張る。でも前回のあれね、結構痛かったもんね、バック交換されたの。村人 E さん、今回はそんなことのないように気をつけてって言っても、何をどう気をつければいいのかわからんが。あ、まだ集まってなかったんか。やったー、スタンプが全部揃ったー。スタンプ完成でボーナスハッピー。で、村中の木を揺すって回ったのに何もしてこなかった。今日はついてないな。そんなハッピーが1減ったぐらい大丈夫さ。村人 H さん、お、ブーケちゃんがいるじゃないか。証明写真ボックスの周りを通りかかり、せっかくなので村民パスカードの写真を新しく撮り直した。私も全然写真撮ってないんだけど、あれは撮るべきなのかな。ほい、212。密かにあたるブログで紹介した本を誰かが買ってくれたみたい。おかげで紹介料ゲット。紹介料500、結構太いんじゃないの。村人じいさん、4。とうとう咲いた青いバラ店を見学。トルクの伝わる熱い展示だった。入り口に募金箱があったので募金もした。青いバラって作るの難しいっていうよね。気のせいかな。お、今週の株価は安定型。みんな聞いてくれ、今週の株価の傾向が発表されるぞ。おう、今週の傾向は安定なのか、あったね。どのマスでもそこそこで売れるから、とりあえずは安心ってとこだな。株価的にはまあ安心だ。お、あべこべの日。また来たよ、これ。うおーだね。今日はあべこべの日になっちまったぞ、だね。進む方向とマスの効果が逆になる上に、株価も止まるまでわからねえ。だから間違えるなよ。まあ株価はね、別に勝手に売られるわけじゃないからいいんだけど、あべこべの日ってなんかすごい頭が混乱するからやめてほしいんだな。1、あ、そっかそっか、そっち側よね。ほら、こういうの。おお、ハッピーニューイヤー、帽子がかぶされたよ。お、村に有名デザイナーが来てたのでファッションを見てもらおう、頼んだら門前払い。そんなにひどい？門前払いされるってどんだけダサい格好してたんだ。一株197ベル、結構でかかったけど売らないんだね。村人 H さん、へい、3。昨日買った株を眺めながら川山よ、これを高値で売って儲けるぞと考えただけでワクワクしてきた。いいねいいね。でもこういうさ、私なんかそのハッピーがアンハッピーになったりとか、その辺が混乱するんだ。ほい、212。あー、そっか、悪くなる方だ。今日はみんなでカラオケパーティーだったのに、風邪で喉をやられて歌えずテンションを上げきれなかった。よくあるよね。たぬきち目が死んでるよ。どうした？一株120ベル。んー、じゃあとりあえずやめとくね。村人じいさん、へい、3。住宅天井でモデルハウスの見学。どのお家もそこに暮らす人の幸せな姿が目に浮かんで心が温まった。ああいうなんか白を基調とした家も綺麗やね。一株181ベル、結構でかいな。半分ぐらい売ったんか。1月27日火曜日、パロンチーノ来訪。お、この人まだ来てなかったね。いや、こんばんは。おじちゃんはね、頑張ってる子にご褒美をあげに来たんだよ。またまた不審者。ご褒美が欲しい子はおじいちゃんのマスに遊びにおいでね。お、いっぱいできた。村人 E さん、ほい、1。そっか、あべこべの日は終わったんだな。
お、何グラスが。どこまで増えるのこれ。おやおや、よく来たね。どうだい、すごろくは楽しいかい。みんなにもっとすごろくを楽しんでほしいから、おじちゃんがいいものあげるよ。今日ご褒美をあげるのはルーレットで決めちゃうよ。ほい、誰だ誰だ。お、なんだこれ。何レインボー。おやおや、レインボーのエリアだね。それじゃあ今回は特別にみんなにご褒美をあげるよ。おお、そんなのがあるのか。みんなおめでとう。お、ハッピーとお金が。これからも頑張るんだよ。またおじちゃんもみんなの応援に来るからね。ありがとうおじちゃん。一株138ベル。村人 H さん、今回全体的に株価高いよね。4。お、またまた。おやおや、君たちまたおじちゃんに会いに来てくれたのかい。おじちゃん嬉しいな。何度でもいいものあげちゃうよ。今日ご褒美をあげるのはルーレットで決めちゃうよ。私私かレインボー。あー、本人か。ほうほうほう、今回村人 H ちゃんにご褒美をあげようね。村中たくさん歩いて頑張ってる村人 H ちゃん、これからも頑張るんだよ。一人だけの時はお金だけなんか。これからも頑張るんだよ。またおじちゃんもみんなの応援に来るからね。お金もらったらハッピーだろう。一株114ベル。お、私。へい。二。一、二。普及作業を作っていたら友達が気に入って自分の分も作ってほしいと頼まれた。作ってあげたらお礼にベルをくれた。おお、600ベル。結構高く売れるもんだな。一株97ベル。ここは安い。村人 J さん。ほい、1。気持ちよく過ごそうと思い立ち、部屋の掃除をしたらすごく気分がいい。おまけに本棚からへそくりが出てきた。ああいうのってさ、みんなへそくりって隠して場所を覚えていないものなの？なんか、大事なお金を隠してるのに覚えてるような気がするんだが。お、株価ダウン、マジか。うわ、株価が下がっちまったそうだね。これは売っとけだったかな。村人 E さん、イルミネーションが綺麗だ。4、やっぱ夜はいいね。天体観測をしていたら道行く人たちに星の見方を教えてほしいと頼まれた。即席の天体観測教室はなかなかの盛況に。そういえばさ、なんか今年バンプが初めて紅白に出るらしいけど、しかも天体観測でさ、てか初めて出るっていうのもびっくりしたし、天体観測っていうのもびっくりした。この間サイズを間違えて買った靴を返品しに行った。快く応じてもらえて助かった。てか靴サイズを間違えるってどういうことなの。私絶対履いてから買うんだけど、履かないのかな。ほい、へい、4、1,2,3,4 下ね。へい。今日もコツコツお小遣い稼ぎ、フルーツや虫、魚、いらない服などいろいろ持ち込んで買い取ってもらった。お、いい感じに。たぬきち自分でも店をやってるのに。一株115ベル。じゃあどうしよう、半分ぐらい売ろっかなーってことやから。違う違う。210株かな。うん、決定。あ、たぬきちがお店やってたのはおいでよの方かな。村人じいさん、ほい、5。結構株価高いよここ。今夜は DJKK のクラブイベントへ。気に入った曲があったからオリジナルの CD を買って帰った。ああいうのさ、ちゃんとジャケットとか書き込まれとってすごいよね。細かいなーって思う。1月29日木曜日。お、師匠。師匠来訪。はい、どうもどうも。毎度おなじみ師匠でーす。今日も緑のイベントマスで特別にネタを見せてあげちゃうよ。え、いい加減にしろって。そんなこと言わないでよ。ネタを見てくれたらカードもあげるから。あの泣き寄る顔めっちゃ可愛いよね。お、師匠師匠。村人 E さん、誰か泊まるかな。
5。止まらなかった。駅舎の修復工事の募金に協力した。みんなの駅を長く大事に使うためには一人一人の協力が大切だよね。1株138ベル。売らないのか。村人 H さん。へいに。冬季限定の氷と雪でできたホテルに泊まりに行った。外が寒すぎて中が意外と暖かく感じた。なんかああいうのってさ、結構暖かいって言うよね。鎌倉とかもさ、雪でできとるけど中は暖かいって。ほい、私。へい。5。なんやろ、ああいうのってさ、外の空気に触れないからってことかな。村に有名デザイナーが来てたので、ファッションを見てもらおうと頼んだら、門前払い。そんなにひどい？タヌキチの場合はさ、ファッションどうたらとかじゃなくって、まずお腹が出てるからそれを引っ込めようか。1カップ116ベル。じゃあとりあえずまた、半分。80ベルかな。80ベルじゃない、80株かな。100。100？ うん、売ろう。ほい。村人じいさん。へい、1。3年前の自分から手紙が来てびっくり。今の自分へのエールが書いてあって、過去の自分に励まされた。中途半端な年数だな。なんかこう、10年後の自分へとか、書こうと思ったことはあったけど。村人 E さん。へい、4。てか今回師匠のマス誰も止まらなかったね。友達とぶつかって財布の中身をぶちまけてしまった。所持金がよくわからなかったので中身は折半ということに。てかこのさ、オレンジの髪の子、前回私の時にカバン間違えて持ってった子じゃない？絶対あれやん、確信犯やん。悪いわー。6。絶対ちゃっかり自分のお金の方が増えとんで。あれ、渋いヒーローヘルメットを2個も拾った。1つは友達に売ったのでベルも手に入ってダブルで嬉しい。拾って売ったのか。友達に売りつけるってどういうことだ。しかも欲しいのかなあれ、キャラメルさん。へい。3。1、2、3。おお。部屋に風水を取り入れようと思い金の招き猫を買ってきた。お値段以上のご利益がありますように。ないよそんなの、きっと。お値段以上、ニトリみたいだね。マイナス6200円。そんな値段の招き猫どんだけなんだ。ご利益なかったら最悪じゃないか。村人じいさん。へい、5。博物館で見たことがない絵を見つけたから思い切って購入したのに、寄贈済みだった上に偽物だった。偽物だった。あれかな、常吉さんのとこで買ったやつかな。1月31日土曜日。ついにこのソグロクも今日でおしまいだな。最後の一日、ベストを尽くせよーったね。お、カプリバ来訪。いやー、参ったのー。どうしたもんかのー。どうしたどうした、余ったのか。きっと余ったんだね。分け与えてくれるんだね。村人 E さん。でもまた私だけ嫌なことが起こったりするんだ。お、また。悪いことが起きるよ。河原で会った友達と一緒に川釣り。仲間がいると燃えて結果は大量。最後は売って儲けを山分けした。あ、でもこうやってさ、人を利用してお金を増やしていくんだね、この子は。怖いよー。村人 H さん。人って怖いよー。2。スコップで岩を叩いてみたら突然砕けて中から鉱石が。お店に持ち込んだら高値で売れた。あるよね。いつも探してるよ。あ、そっか、土曜だから株が全部売られてしまうんだな。ほい、私。5。止まんなかったかな。どうだ？と、右下？右かな？うん、右だ。ん？待ってよ。うん、右だね。へい。うん、止まんなかったや。古くからの友人がお家を探してるお客さんを連れて訪ねてくれたんだなも。仕事もプライベートもハッピーなんだも。おー。1万も増えたよ、やったね。
あー、101。うん、安くなっちゃってるとこだな。まあ、いっか。村人じいさん。へい、3。誰もかぶり場さんとこ止まらない。フォーチュンクッキーを食べたらおめくじじゃなくてお札が出てきた。君が絶好調ってこと？ラッキー。何それ、クッキーにお金が。そんなことがあるの？工場の段階で仕込まれるんかな。お、みんなよく頑張ったな。だね。誰が一番ハッピーになるか、いよいよ結果の発表だ。最後は集めたハッピーだけじゃなくて、集めたベルの分も1000ベルにつき1ハッピーとして上乗せするからな。さあ結果はどうなるだろうな。ハッピーは多いんだけどね、一番。どうだ。はあ、もう全然3位だし。あ、最下位にもちゃんとトロフィーがあるんやね。木のトロフィーかな。なんか、参加賞的な感じ。お、なんかレベルが上がったんじゃない？レベル2。やったー。新しいコスチュームとアクションをゲット。お、そういうのがあるんや。コスチューム？これ以外の服になれるの？どのキャラクターでもなれるんかな？お見送りされていくよ。でもこの最後のシーンでさ、なんか電車の窓からタヌキチさんの顔を覗かせればいいのにね。乗ってますって。ってことで、今回もこの辺で終わりたいと思います。ん？なんだ？あ、増えてる増えてる。ハッピーチケット。3枚。みんなが湧いて出てきたぞ。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ここの広場ってどれぐらいまで増えてくんやろ人。